FC 町田ゼルビアサポーターの皆さん、そして東京ヴェルディサポーターの皆さん、こんにちは。 FC 町田ゼルビアの難波拓也です。3月14日に行われる FC 町田ゼルビア対東京ヴェルディは東京クラシックであり、首都圏バトル5、ファンと共にめげないですの対象試合です。この試合を少しでも盛り上げようと、首都圏バトル前哨戦、どっちが東京のことを知ってるんだ、マスコットクイズ対決を開催いたします。では早速ですが、今回の出演者を紹介させていただきます。まずは FC 町田ゼルビアの天空の城のスナイパー、ゼルビー。そして東京ヴェルディからは緑の心臓、リベルン。はい、この2羽のマスコットとお送りしていきます。それでは今回の首都圏バトルの企画概要の説明に移ります。今シーズンは新型コロナウイルスの影響で例年通りのイベント開催が難しい中、少しでもファン・サポーターの皆様に楽しんでいただきたいという観点から、首都圏バトル対象クラブである大宮アルディージャ、ジェフユナイテッド千葉、SC 相模原、東京ヴェルディ、FC 町田ゼルビアがそれぞれオンラインイベントを計画しております。詳細は各クラブのオフィシャルホームページに掲載予定となりますので、それぞれご確認ください。それでは対決に参ります。今回の対決は首都圏バトル前哨戦、どっちが東京のことを知っているんだ、マスコットクイズ対決。はい、それではこのクイズですが、今回、東京にまつわるクイズを5問出題します。どちらがより東京を理解しているか競うクイズとなりますので、どちらのマスコットも負けずに頑張ってくださいね。それではそれぞれのマスコットの意気込みを聞いてみましょう。リベル、気合は入ってるか。入ってます、十分です。対するはゼルビー、戦う準備はできているか。あー、こっちも。では両者準備万端です。さて、それでは参りましょう。はい、それではじゃあクイズに移りますが、クイズのやり方ですが、今から、東京にまつわるクイズを出します。問題は3択になりますので、両マスコットはその3択から正解と思う番号を、フリップに書いてください。よろしくお願いします。では第1問、ででん、東京スカイツリーの高さは何メートルでしょうか。はい、1番563メートル、2番634メートル、3番788メートル。さて、どれでしょうか。シンキングタイムスタート。さあ、わかるかな。俺もうリベルンは書き始めてるみたいだね。リベルンはわかったのかな。あ、わかったっていう表情ですね。では、じゃあ両者フリップを出せるかな、リベルン出せるかな。じゃあ見せてください。ドン。はい、リベルンは2番、634メートル。自信はありますか。あー、自信十分。ゼルビーは1番。あれ、両者割れましたね。じゃあこれはどっちが正解でしょうか。では正解です。正解は2番634メートル。はい、1問目はリベルンの正解でした。それでは次の問題です。第2問、ででん、東京発祥の料理はどれでしょうか。1、もんじゃ焼き、2、お好み焼き、3、
たこ焼き。さあどれでしょうか。シンキングタイムスタート。リベルンペンが止まってるけど大丈夫？分かってる？結構な簡単な問題だよ。ゼルビーはどう？ゼルビー分かる？お、分かる。自信ありそうですね、ゼルビー。では、じゃあそれぞれフリップを前に出してください。どうぞ。はい、リベルンは3のたこ焼き。ゼルビーは1番のもんじゃ焼きですね。ゼルビーどうですか、これ自信は？ある。あー、なるほど。リベルン自信はどうですか、3番のたこ焼き。ちょっとない。ちょっとなさそうですね。リベルなさそうですね。では正解の発表です。正解は1番もんじゃ焼きです。リベルはなんでたこ焼き選んじゃったのかな。自分に似てる食べ物を選んじゃったかもしれないですね。あ、リベルまだね、生まれたばっかだもんね、はい、ちょっとこれからお勉強、東京のお勉強していかないとかな。はい、じゃあゼルビー君は正解で1対1になりました。はい、1対1、2問目終わって1対1、今同点です。それでは3問目に行きたいと思います。第3問、ででん、サザエさん一家はどこに住んでるでしょうか。港区、2、世田谷区、3、練馬区。シンキングタイムスタート。ホームタウン活動してると分かると思うよ、リベル。今、ベルディサイドからはアドバイスが出てます。ゼルビー、ごめんね、僕は分かんないよ、この答え。あー、ゼルビー頑張って。はい、大丈夫ですか、両者大丈夫ですか。はい、ではそれぞれ正解を表に出してください。どうぞ。はい、自信のあるリベルンは3番、練馬区。まあ、やっぱりこれはね、ホームタウンっていうところがね、やっぱり自信があるのかなというところですかね。対するゼルビーは2番。これ自信ありますか。はい、ここまで両者すべて回答が分かれるという、なかなかない展開ですけれども、じゃあ正解を発表します。正解は2番、世田谷区です。ゼルビーが正解でした。はい、3問目終わってゼルビー一歩リードです。一歩リード。それでは第4問。あれ、なんかリベルなんか変わってない。はい、ちょっと重い帽子を取って頭の回転をより良くするためにちょっとリベル本気出してますね、今。おー、リベル本気になりました、はい、ゼルビー本気です。ゼルビー負けないでよ。はい、じゃあ第4問いきたいと思います。それでは第4問、でれ、東京の日本橋が発祥とされる和菓子は何でしょうか。1、水まんじゅう。2、どら焼き。3、人形焼き。さて、どれでしょうか。シンキングタイムスタートでしょうか。シンキングタイムスタート。おー、なんかリベル早速書いてます。さすがの本気ですね。ゼルビーは、対するゼルビーちょっと悩んでます。リベルンはもうすぐ書いちゃった。ゼルビーは書けた、大丈夫。はい、では、両者揃いましたので、じゃあフリップを前に出してください。また両者分かれました。はい、リベルンは3、人形焼き。これリベルンどうですか、自信はあるそうですね。でもさっきリベルね、自信あるので間違えちゃったもんね。おっと。はい、対するゼルビーは2番、どら焼き。これどうですか、自信は。お腹減った、
これゼルビーどら焼き食べたいだけじゃないですか。あ、違う違うと。はい、では両者の回答出揃いました。それでは正解の発表です。正解は3番人形焼きです。見事に正解。はい、これで両者また2対2に追いつきました。2対2、5問目がじゃあね、これが決勝戦になります。両者頑張ってください。はい、それでは最後の第5問になります。これを正解した方が勝ちで、どっちかだけが正解、正解だとその正解した方が勝ちです、正解できなかった方が負けになってしまいますので、両者頑張ってください。それでは決勝戦的な問題、第5問、でれん、1964年の東京オリンピックの開会式は何月何日でしょうか。1番10月10日、2番11月3日、3番9月27日。シンキングタイムスタート。リベルは2020に生まれたマスコットなんで、一つ前の東京オリンピック知ってるかな。ちょっと不安げですね。ゼルビーはどうですか。なんか俺が大丈夫だみたいな、すごいなんか余裕な余裕な表情ですけど、リベルンはどうかな。リベルンかけた。はい、では両者フリップを前出してください。お、今回は両者初めて同一になりました。両者1番。じゃあちょっとゼルビーから今回は先に聞いてみましょうか。ゼルビーどうですか、自信は。大丈夫、絶対大丈夫だという自信がすごいあります。リベルンどうですか、自信は。リベルンも今回自信ある、生まれる前だけど大丈夫、今回大丈夫。はい、わかりました。ではそれでは正解の発表です。正解は1番です。さあ両者正解、両者譲らずですね。これはどうしますか。もう一問、リベルどうする。負けたくない。じゃあもう一問やりますか。じゃあもう一問決勝戦やります。それでは最後の決勝戦となる6問目です。両者どうですか、気合は入ってますか。入ってます。では決勝となる6問目、問題、先日行われた J リーグマスコット総選挙で首都圏バトル5のクラブの中で一番順位が上だったマスコットはどれでしょう。チッ、大宮アルディージャのマスコットアルディ、2、ジェフユナイテッド市原のユニティ、3、東京ヴェルディのリベルン、4、FC 町田ゼルビアのゼルビー、5、SC 相模原のガミティ。最後の問題は5択です。シンキングタイムスタート。リベルン、これ外したらゼルビー君悲しむよ。よく考えて。あれ、もうゼルビー書いたの？俺だとアピールしてます。リベルンはもう書けた？大丈夫？ゼルビーは？ゼルビー今回マスコット総選挙超頑張ったよね。リベルンには負けてない。あ、自信がありそうです。では両者フリップを前に出してください。どうぞ。両者それぞれ自分だと、自分が一番だと。リベルどうですか。バッチシ、もう僕だと。なるほど、リベルン対するゼルビー、絶対俺だと。
今回はリベルには負けてないとね、絶対自分だということですが、では正解の発表です。正解は3番イメルンです。はい、ではちょっとね、最終順位を改めて振り返りたいと思いますが、まずリベルン、なんとリベルンは全体15位、首都圏バトル5の中で一番上です。リベルンが15位、初登場で15位、すごいですね。リベルン大人気。ちなみに、ゼルビーは第19位ということで、首都圏バトルの中では2番目でした。ちなみに大宮アルディージャのアルディが26位で3番目、その次が、ジェフユナイテッド千葉のユニティが全体36位、そして SC 相模原のガミティが40位というそんなマスコット総選挙の結果でした。はい、では最終結果です。最終結果は3対2でリベルンの勝ちです。リベルン喜んでます。リベルンおめでとう。ゼルビー負けちゃったね。あー残念。あ、なんかリベルンがすごい慰めてくれてるよ。あ、両者健闘を称え合ってます。なんかいい光景ですね。はい、ありがとうございます。はい、それでは、マスコット対決はリベルンの勝ちで終わりましたが、皆さん3月14日の試合は、FC 町田ゼルビアのホームスタジアム町田祇園スタジアムで14時にキックオフされます。14時キックオフです。その試合に向けてまずはマスコットの皆さんの意気込みを聞きたいと思います。ではまずは東京ヴェルディのリベルン、意気込みをお願いします。はい、天空の城で勝つのはヴェルディだルンということで、はい、東京クラシックなんで、ヴェルディもリベルにゼルビーに勝ったように、絶対勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。そしたら対するゼルビー、意気込みお願いします。ダン、試合は勝つよ。いやー、そうですよね。今日はちょっと悔しい敗戦を喫してしまったから、これはね、連敗はベルディにね、マスコットに対決で負けての連敗はできないんだよね。ゼルビーは絶対勝つということで意気込みを言ってくれました。はい、ありがとうございます。 FC 町田ゼルビアはね、こちらの今日のマスコット対決は負けてしまいましたが、試合会場では絶対負けません。最後にオンライン抽選会の応募方法についてお知らせします。ツイッターにてハッシュタグ首都圏バトル5とハッシュタグ0314東京 V 東京ヴェルディをつけて選手への応援メッセージを投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選で町田名産品詰め合わせと東京ヴェルディホームタウン名産品のそれぞれ5名様ずつにプレゼントします。ぜひ皆様たくさんの投稿をよろしくお願いします。首都圏バトル対象試合ではこのような豪華景品を各ホームゲームで準備しております。また FC 町田ゼルビアホームゲーム全試合に応募いただいた方には豪華景品など当たるチャンスもあります。詳細は FC 町田ゼルビア公式ホームページに掲載いたしますので、ぜひご確認ください。それでは最後、今週末3月14日日曜日 FC 町田ゼルビア対東京ヴェルディ東京クラシック、ぜひスタジアムで熱い戦いをしますので、両チームのサポーターの皆さん、スタジアムで FC 町田ゼルビアサポーターの皆さんはスタジアムで、東京ヴェルディサポーターの皆さんはダゾン越しに
ぜひ、応援をよろしくお願いいたします。それでは本日、マスコット対決は以上で終了となります。皆さんありがとうございました。それではまた明日。バイバーイ。